皆さんこんばんは。さあ始まりましたマインクラフトということでね、今日も頑張ってやっていきましょう。今日はですね、こっちの街づくりじゃなくって向こうの港の方の街づくりをしていきたいなと思います。で、何をするかというと、一回港の方に行こう。ここのこの家の後ろ側、ここに灯台を建てたいなと思います。で、場所がここになります。ここの若干高台になってる場所、こう家もねちょっと若干下にあるんだけど、ここなんだけど、どうしようかね。もうちょっとだけ高台にしてもいいけどね、もうちょいこう崖、ここちょっとだけ崖になってるんだけど、もうちょい 2,3 段崖にして、でここに灯台を建てるっていう風でもいいかな。ここにちょっとしたね港を作ったので、まあこの辺で灯台が光っててもいいかなという感じですね。ちょっと最近ね、結構ハイペースで頑張ってやってたので、まあ灯台はね、建物自体ああやって大きいやつではないと思うので、まあゆっくりめでやっていこうかな。まずは土地作りかな。土地から作っていこう。この辺だね。この辺に建てるとして、海から土地を一回見てみよう。そうだな、ここが港で小屋が建ってて、まあ、やっぱり作るとしたらこの辺りか。まあ灯台なのでちょっと高めに大きめに作ると思うから、まあまあこの辺りでいいでしょう。よし、じゃあここだね。この辺を全体的にちょっと高くしていこう。土地作るの難しいな。もうちょっと高くしよっか。こっちに向かって上がってるっていう風でもいいかな。ここの高さ合わせちゃうか、全部埋めちゃうか。一回一応大きさも考えて15マスぐらいは取っときたいから、ここまで埋めたら 15×15 っていう風になる。とりあえずそれで土地作って、で後から自然な形にやり直そうかな。結構下に向かって灯台建ててるっていう人もいるんだけど、私はちょっと上がったとこに建てたいなって思ったので、もう一段だけ上げるかな。一回り大きくしてもう一段上げよう。逆にここの段崩しちゃってもいいか。もう一段高くするか。よし、それじゃあここに建てていこう。じゃあ必要なのは羊毛でしょ。羊毛はいっぱいいりそうだよね。と原木かな。あと光るものが何かしら必要だけど、それはちょっと出来上がってからまた考えるか。この辺のやつを使おうかな。あとガラスか、必要なのは。まあそれぐらいかな。だいたいいつも材料それぐらいだもんな。よし、じゃあひとまず立てていこう。若干丸い感じにしたいので、このギリギリから行く、こっち側はギリギリから行ってもいいけど、やりにくくなるかな。一マスだけ開けてもいいけど、ギリギリから行くか。じゃあ1、2、3、若干丸い感じにしようと思うから、ここここで1、2、3の斜め斜め1、2、3斜め斜め1、2、3斜め斜め、こんな感じでどうかしら。いいんじゃないかな。もう一回り大きくしたら結構大きくなっちゃいそうだから、これでやっていきますか。ここが入り口。灯台だからな、割と高めに積んじゃっていいと思うんだよね。一応入るところに階段で上がるっていう風にした方がいいか。たらもう一個上だな。で、一応この中は羊毛で埋めとこうか。で、階段で入って、とりあえず今入り口が出来上がったでしょ？そしたらあと2段ぐらい積むか。うん。一番下こんな感じ。そしたら次、まあ皮剥いで原木にするか。全部皮剥いていきます。で、もう一周しよう。で、皮剥いていく。ひとまずどうでしょうか。もう一段ぐらいあってもいいかな。うん、もう一段ぐらいあっても良さそうだな。バランスがな、1、2、3、4、5、6、一番下は6だもんね。まあ4にしとくか、せめて。やっぱり下6で真ん中3だとちょっとな。よし、そしたら次もう一回羊毛を積んでいこう。やばい、これ目回ってくる。この積み方は目回るぞ。一回遠くを眺めて、村人元気にやってるね。今2積んだでしょ。これまた、あ、水持ってるじゃん、ラッキー。でもこんなとこから流しちゃったらちょっとダメだな。一回降りて
よいしょ、手の届くとこから水流して、さあ見てみるとこんな感じです。でこの辺にちょっとちょちょちょって窓つけて、もう一段ぐらい行ってもいいのかな。一番上はちょっと細くしていこうかな。そしたらこの色の幅を、今6でしょ、44で積んだから22にしよう。今1段積んで2段目、次2段積んだから次羊毛、よし積んだ、いいじゃんいいじゃん。もう1段積もっか。上の屋根じゃなくってなんて言うんだろう、見張り台みたいな部分を作っていこう。3段今積んでるからもう1段積もう。ここの周りに1個ずつつけていこうか。ちょっと上は広めにしたいので、もうちょっと出すっていう風にしようかなと思って、どうしようかな、ハーフブロックをつけよう。そうしましたらここのなんて言うんだろう、もう一枠外の部分にハーフブロックをつけていく。そしたらちょっと遠くから見たらこんな感じになっております。いいんじゃない。で上に柵をつけようか。じゃあ柵はもうぐるっと囲っちゃっていいな。うわここどうしようかな。なるほど、海外のクリエイターさんを見ると柵が多分これができない、ここができないからトラップドアにしてるみたい。トラップドアやってみるか。ここはもうこれでいいでしょ。どうすんだ、横はもう諦めてるのかな。そうなのかもしれない。ここどうにもならないもんな。こうしてこんな感じ。ここは落ちることできるんだよね多分。怖ー。まあこれでやっていくしかないか。とりあえずここは全部内側ってことにして、でこっち側に、難しい、横向いてこうしたいね。なので横から、ここはどうすればいいの、トラップドアの上に乗ってこうすればいいのか。で立ち上げてみると、おいいじゃん。ここだけどうにもできないや。ここだけどうにもできないな。これを全部外側にしたらこうできる。ちょっと命がけなんだけど、ここ降りてみようか。あーやっぱり降りれちゃうし、うまくいった、よかった。全部外側にするのもちょっとめんどくさいから、もうあそこだけは気をつけることにしよう。でもそしたら見た目的にこっちの方がいいからこうしとこう。でこっち側も見た目を考えてこうなるようにしよう。よし、ちょっとだましだまし、ここを開けることにした。横をね外からつければいいんだけど、ちょっともうめんどくさいし、まあまあここ開いててもいいでしょう。でこっちもこっちから見た時に綺麗になるような感じにしようかなと思うので、前向きは必須にして、であとここは全部横向き。これでどうか。こうでしょ、こうでしょ、こうでしょ、こうと。でここがやっぱり開いちゃうってことだね。こうしたらいいんだけどね。こうする、こっちの方がまあいいっちゃいいよねそりゃね。じゃあ前もそうするか。あ、いや前はしなくていいのか、横だけそうすればいいのか。よし、じゃあ横だけそうしよう。やっぱりじゃあここに仮ブロックつけて、よし落ちないようにピョンとつけていく。で立たせたら OK と。で微妙なラインを狙って羊毛を外して、でこっちもこうでしょ、だから横向きにつくようにしたい。ここもピョンってすればよかったのか。よし、いいんじゃない、いきます。カシャン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 と完璧、全部囲われた。よし、オッケー。そしたらこの真ん中だね、ここは明かりをつけたいので、足場をねガラスにしとこう。下にも明かりが行くようにガラスにして、一マスだけ私が降りれるようにしておいて、どうしよう、光源考えてなかったな。マイクラで明るい光って言ったらなんだろう、やっぱグローストーンかシュルームライト。グローストーン、ジャックオーランタン、シュルームライト、レッドストーンランプ、ビーコン、シーランタン、エンドロット、結構いっぱいあるな。でもまあグローストーン、ジャックオーランタンここに置くのは微妙な気がするから、グローストーンか。
ビーコンはさすがに置けないしな、シーランタンもないし、エンドロットもちょっと、グローストーンかな。一回戻ってみよう。グローストーンっていっぱい作れるのかな。これか、グローストーンダスト、これだよね。ちょっと作ってみようか。22個だったらいけるんじゃないか。これダメだったらネザーに取りに行かないといけない。お、遠くから見たらこんな感じだ。いいじゃん。灯台でかいですね。どうしようかな、ちょっと節約してここから行くか。あー、やっぱり足りなかった。ネザー取りに行くか。これで見てみよう。下からグローストーンだったらそこまで大変じゃない。待って、全然見えないわ。やっぱり一番下の段は羊毛を積もう。ここのチェストじゃなくてこっちに入れよう。ここの樽にこの辺のもの入れて。グローストーンって何で壊せるんだ。スルハシかな。ダメだ、金装備、金装備ってあそこにあったかな。わ、金装備いっぱい。あ、これは水中採掘、なんかいっぱいあるね。どうせこの辺じゃ使わないから、もう金装備全部あっちのチェストに持っていっちゃおう。ここで一回スポーン地点設定して、ここにはチェストないのか。じゃあ行こう。なんかいっぱいいるし、ちょっとやばい。金装備とりあえず。なんでこんなにいっぱいいるの。めっちゃカオスなことになってるわ。ちょっともうどうにもならん、どうにもならんからもういいや。グローストーンを取りに行きたいんだもんな。グローストーンってどういうところにあるかな。とりあえずここ穴開いてるからこっち行ってみるか。ダメだ、ここ洞窟すぎる。赤い森なんだよな。赤い森じゃない、普通のネザーに行きたいんですが、結構ずっと赤い森なんだよね。もしかしたらシュルームライト拾った方が早いか。よし、ちょっと迷子になりそうだからシュルームライトを集めることにして、で家の近くで集めよう。家じゃないね、拠点の、拠点の近くに戻って集めよう。やば、ここ豚の集まりだ。うん、あそこに、うわ、これ取れるかな。グローストーンもついでにいただいて、シュルームライトとグローストーンとどっちも持っていこう。あー、てかこれシルクタッチで取ればよかったのか。あの辺にもあったよね。ちょっとだけ挑んでいってみるか。うん、あった、ここももらっていこう。ガストの声がするけど私の姿見えてないよね。お、いいじゃん、ここシュルームライトとグローストーンどっちもある。よし、全部拾ったかな。さすがにこんだけあったら大丈夫なんじゃないかなと思うよ。よし、オッケー、戻ろう。で、このカオスなこの場所をどうするかだな。あ、誰もいなくなってる、ラッキー。で、向こう側行ったらいっぱいいるんだよね、きっと。うん、朝だ。お、いないじゃん。よし、じゃあたくさんゲットしたので向こうに行こう。よし、じゃあシルクタッチで崩してもう一段ガラスを積んでみよう。グローストーンを積んでいって、うん、やっぱりグローストーンの方が多そうだな。さすがにもう一段積むか。一回降りてみようかな。この辺から見たらこうあんま見えないか。あんま見えないっていうか、やっぱりもう一重外の方がいいのか悩むところ。いや、あれはあの場所でいっか。でもう一段だけ高くして屋根つけていこう。よし、オッケー。そしたら屋根作っていこうかな。じゃあ再び羊毛で作っていくんですが、飛び出したいからこのままちょっと若干丸い感じでやっていこうかな。ここまであって、今こんだけしか屋根ないからもう一重だな。まあこんなもんでいいか。ちょっと広めにしようかな。オッケーでしょう。そしたらここの屋根を支える棒を一応つけまして、トーマス中から屋根作っていこう。もしかしてこれは夜か。ここが今かなり明るいから夜だった。よし、じゃあ引き続き屋根を作っていきます。一段積みでいいよね。二段積みまでしたらなんかすごいのっぽな感じになっちゃうよな。一段積みにしよう。ここにピョンと。これでどうかな。見に行ってみよう。やばい、穴がなくて入れなくなった。一応入り口ってことでここは開けとくか。あ、でもやっぱ結構下の方暗いな。おー、びっくりした。なんかいるよ。そのて、いけない。よしよし、他にもいる？いないみたい。おー、なかなかいいのではないでしょうか。ちょっとノッポにしすぎちゃったな。
なんか下の方が物足りない、屋根をもう一重大きくしようかな。うん、そうしよう。じゃあ屋根をもう一重大きくしていきます。この棒はやめて、ここをガラスで囲ってもいいかなって気もするんだよね。ここのラインでしょ、こうかな。さあどうでしょう、こんな感じなんだけど、やっぱり囲った方がいい気もするな。ここの白のライン1本やめてピンクにしたいな。でこの辺にちょっと窓つけたりとかして、この下もちょっと整えて道作ったりとかしたいから、また次回にしようかな。もうちょっと完成に近づけて、でこの下を整えてっていう風にしようかなと思います。一応灯台だから海からの眺めも見とこう。せーの、来る。おお、まあまあまあ、ちょっとはしごがいっぱいあるけどいいんじゃない。なんかだいぶでっかくなったな。こんなにでっかくなくてもよかったかもしれないな。まあちょっと下の方にちっちゃいその灯台を守る人が寝る小屋みたいなのとかを作って、若干バランス整えよう。はい、ということで、じゃあ今日はこの辺で終わりにしようかなと思います。周りも含めてもうちょっといい感じにできたらいいな。ということで、よろしければぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。他にも動画たくさん上げてますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。